Just Living. Onko se mahdollista? Ei muuten välttämättä ole. それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。うん、メンパティアとして空の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が町を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ない。お前が堅気の仕事するって。ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前な、それが人に物頼む態度か。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。280無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが堅気ってもんだろうが、ね、見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな、
お、これなんかどうだ。バカ、おめそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。でかいっき。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせえ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。ほう、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。Minkälainen puku sieltä tulee? Ja paita auki tietysti. Kore de dou da, Nishiki? Nani waratten da? いや、やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、よ、分かった。カサリア、そこまで言うならそいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、花から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、橘不動産の。なんてやつだっけ。織田だ。ei toi muuta kuin pitää viisi kertaa サールプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。Näyttää leisuresuit lärryltä nyt kyllä. Irasheimase, oskine... Mielenkiintoinen pöytä. Yes! この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか上座に座ろうなんて思ってない。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああそうだ、コーヒーを
いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。てふたのさ、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。時をくらっとったヤクザの。あのじいさんが今日の客だ。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。mielenkiintoinen pöytä. なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ1万払う気になれねえな。おい失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。ミルケーラ。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしたね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。
で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、キリュウ君。ああ、話は分かったな。要するに戦友屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。ワーパーしてっためね。戦友屋のバッグにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。あ、相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。ビジネスマナーや。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。よう、キリュウ君、ちゃんと菓子折りは買ってきたか？ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。あ、ここが危ないさ。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに戦友屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。一緒らしいや。おい、勝手に何すんだ。してペラーマッサ。ああ、きったねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか？立ち退く？なんだよそれ。俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから。それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。あ、出た、ラケンさん。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。堅いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての戦友屋がよく言うな。なんだよ戦友屋って。てめえ言いがかりつける気か？ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。
そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。jaha, vähän hiittiä käytiin hommaamassa. Tää nyt lähtee sitä oletuksesta, että silloin oikeesti Jakutsa taustalla. Ne on pistänyt sen. No, saisho wa konna tokoro daro na. Meli aika huonosti. Zuibun arappoi kousshou datta janei ka. Bisinesmanaa tte no wa doko ni wasurete kitan da. Shigoto tte no wa tsukai wake ga daiji nan da yo.大体あの辻って戦友屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手？いやバックにいるヤクザか。はあ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話し進めようってことに。ミリオナやったらラッテーポイ。Aha. Rätsyväki saapu paikalle. Nevoi nee, Kirjo-kun. Hommono no kousshou aitte da. Se on soittanut ne paikalla. Sassuku hannou ga atta tte koto da. Otakura ga Tachibana Fudousan tte hito tachi. Yamanoi-san no dairi da tte kiita kedo. Anta wa? Otakura no mikata desu yo. Sugita biru no senyou-ya ni komatte run desho.ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろう。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには戦友屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。おだ、あんた花からこういう筋書きだったんか。あれ半径、やこっちゃあれ半径な。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。いっぱい手出して。素人、余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ。Dojiman perheen jakutsoja, eli sen edellisen kaverin, niin kuin edellisen päähenkilön perhettä.
てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。pieni alennus voisi olla paikallaan. その面、覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ。登場会。あ、とよ。太平一家だ。太平一家。あいつの組か。ああ。若頭補佐。あわよ。どう言いましょう。ペレット。うちを敵に回したこと、後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。kaveri jättivät. Kamura Shou には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの。戦友やろ、辻さんよ。あ、はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ、一人で頑張る気。いえ、めっそうもない。あっそう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすか分かんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。 OK、ei maksettu mitään。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。うん？お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする。ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告するんだ。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？これまくるくら。ただの小さなクラブだよ。安心しろ。今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。マッハボール。わかった。それじゃ、また後でな。いやー、それにしても頑固ですね、山野井のじじいは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さんいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね。
まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんや。Miljonääriä. Okei, eli ne rahalla ostaa pois paikkoja. Mutta niitä bisneksiksi. Vihainen katse. Katseella voi tappaa. Mä oon kyllä jo nyt ihmisen nagurin. Säkin nagurin.見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。おい、行こうぜ。はい。山主さん、おい、しっかりしろ。キリュウさん、お願いしていた仕事片付きましたか？ああ、そんなことより大丈夫か？病院へ行くか？いえ、大丈夫です。過ぎたビルまで。Aa, vanhaa miestä on lyöty. Vähättä. Eihän tää nyt millään tavalla ole sopivaa. Ja se lähti aika nopeasti se edelleen asukas. Sumimasen ne. Arigatou gozaimashita. Senyuya no ken mo buji katazukete kureta mitai de. Iya, sore wa betsu ni kamawan. Sore yori daijoubu nan ka? Ee.おかげさまで大した傷じゃないですよ。あいてててて。しかし一体どうしたというんだ。実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。やはそいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中、もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、キリュウさん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは。娯楽王？パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか知らなかった。彼らはカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかしなぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ。
つまるところ金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街神室町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々や神室町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時神室町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男、神室町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのために神室町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私も神室町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。いや、なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？ん？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上できる限りの協力をさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。風間ブロッカー。あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花か。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上で
あなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまり、さっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた、風間のおやすさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。したらこうした昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとした、しかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか、桐生さん。今の神室町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、桐生さん。